マイクは今瀬戸内海を行く定期船に乗っております。尾道を出港した船は波静かな瀬戸内海をゆっくり南へ走っています。行き交う多くの船、初春とはいえ冷たい風が瀬戸内を渡っていきます。私たちの左手に人口4万3000人の因島が見えています。そして前方にはこれから訪れる生口島が大きくその島の姿を横たえています。みかんの島で知られる生口島、その周囲28キロ、なんとなく甘酸っぱい匂いが漂ってきそうな島のみかん園です。話題を追って、お聞きのように今日は広島県豊田郡瀬戸田町の西野郷をお訪ねしました。まずみかん栽培農家の森重さんは、いえ、以前はやはりこの地帯でも米がの時代は米をある程度だんだんの棚田で作りよったわけなんですけれど、あれみかんが入り出したのが明治何年ですかね。その頃からまあみかんいうことが非常にまあ農家の経済を支えるために大事な農産物であるということで、その頃からまあ私のおじいさんぐらいの時代からぼつぼつまあみかんが入り出して、この辺りは昭和30年代の初めまでは専業農家が多かったのですが、その後兼業が増え、今は兼業化に対する対策が大きな課題になっています。40年代入った頃からいわゆるいろんな諸情勢がですね、兼業に走ってるような状態にまあなってきてる。その中でみかんが急激に、これはまあ全国的なことになりますけど、量が増えてきたというようなこと、あるいはまあその暴落があったりですね、ここも島ではありますけど、まあ、勤めに行くのには非常に、条件的に恵まれているということが言えるわけです。専業農家が減ったにもかかわらず、栽培面積も生産量も増えているのが現状です。その一つにうまいみかん作り運動があります。ここ最近非常に量が全国的に増えてですね、もううまいみかんでなければこうでくれんような形になりまして、ほんで、今あるその高橋技師の県の方針でもあります通りに LM 運動を言うて、非常にその頃合いの玉で、を作る運動がもう始まっとるわけなんです。で夏の7月から8月にかけて一番暑い時なんですけどが、大きなやつも撤回して、燃え出してるわけなんです。細いやつも燃え出してて、傷玉も思い出してて、器量のええ、こらえの玉を。ここでも専業が少なくなったことで、必然的に共同作業の組織づくりに取り組み始めています。現在の共同作業は、防除と、鉄火、こういうものをですね、括弧、加入の、全員が参加したですね、共同作業を多いことを言ってあるんですけど、それ以外 の、年間の作業なんかもですね、そういう驚異的なもので、完全協業のような形が取れればですね、一番理想なんですけど、それも難しい。で今、兼業で、極端な方ですけど、離農する方はいないです、この地区ではね、はっきり言って。で、いくらか預ける、いわゆる、相対的な関係で、預ける人と、預かる人と、こういう方でもやっておりますけど、そこらはやっぱり農協が、土地の評価なんかもですね、はっきり基準を設けて、でそれに対して の、個人 の、 その関係じゃなしにですね、共同で広い意味での大きいその広がりをですね、持っていくべきじゃないかと。
まあ、思うわけですかね。生口島は気候温暖、降雨量が少ないので柑橘類に適し、温州みかんのほか八朔、夏みかん、ネーブル、レモンなど果樹園が高知の 96% を占める、文字通り島のみかん園なのです。話題を追って、今日は広島県豊田郡生口島に取材したものをお聞きいただきました。この放送は皆さんと共に明日の農村を築く公明党がお送りしました。